皆さんこんにちは、フルマスクです。今回もボルケノイドズですね、やっていきたいと思うんですが、あいつこのクエストやっていきましょうか。生産する、何生産するんだ、あー構造コンポーネントで同性弾、あ薬莢を作れか。あと銅管も結構作るみたいですね。あーとりあえず弾をリボルバーの弾薬ですね。もうちょっとで火山噴火しますね。撃ってる。オートタレットが反応した。やってくれた？やってくれたのかな？結構遠くから。あー、それか。あ、ロボいますね。なんか持ってません？おっと。あ、タレット強いな。タレットめちゃくちゃ強いですね。オッケー、取れた。はい、タレットいい感じですね。弾も相当増えたぞ。あ、オートタレットの弾薬も多めに作った方がいいかも。かなり有効範囲広いな。あー、どうか、もう一つ作業台目にツール、あーメッドキット、なんだそれ。これか。あ、プレイヤーの手当て用なんですね。お、はい、いけた。班長に連絡ですね。コグドリルシップ襲撃。コグドリルシップを襲撃して、そのステージからあらゆる有用なものを奪います。なるほど。あー、なんか敵のでかいあれもあるってこと？まずここら辺入れときましょうか。あ、リボルバーの弾相当増えましたよね。結構敵いるんだな。ちょこちょこ来ますね。あと6分で噴火する。モジュール修理とか弾薬のあれ、もうちょっと作りましょうか。タレット用のやつも作ると。こっちはこっちで、ここら辺を大量に作りたいですよね。すごい撃ってるけど。倒した。あー、それまた新たに倒してくれた。ん、あ、ダメージ受けてる。嘘、敵来ますね、バンバン。あと何発ぐらい入ってる。あー、タレットのあれがいますね。めちゃくちゃいるんですけど。どうしよう。あー、ここら辺、いや弾なくなっちゃうな。あと4分で噴火。 OK ですね。ここら辺のものとりあえず取っちゃうか。取れるものを取って、この木とかはいいのかな。まあ、タレット用のあれはだいぶ増やせましたね。お、また倒れてる。200発追加。こんな感じでいいか。すーごい来るな。あと3分で、はいですね。まだ大丈夫かな。せっかくだから、ああ、これも取っていくか。鉱石も取りたいんですけどね。あと2分54。ああ、敵いますね。うん、リボルバー強いですね。そして回収。これは取れるやつかな？これは取れない。
じゃあ、あれかな。そこの建物も一応見てみるか。なんか取れたりすんのかな。あー、これいけますね。お、これ壊せんの？あ、壊せますね。お、何これ。地下室があんの？あと2分。あ、噴火から逃げる来た。ちょっと待って。まだちょっと時間ありますよね。あ、なんだこれ。なんか、あ、ここでも作れんのか。やばい。行きましょうか。なるほど。建物内あんな感じで入れるんですね。もうちょっと。あと1分37だから。これ取ったら行くか。はいはい。あ、噴火ですね。1分26。まあ、十分でしょう。あ、いかん。はい。あー、警報が鳴ってる。はい。あ、これさ、勝手に、タレットやっぱ閉じる感じですね。はい。やっぱこう、地表にいると暑さでやられちゃいますよね、きっと。あと1分前に。入れたかな。ん？あー、これは何？あ、見ろってこと？あー、来ますね。でも時間きっちりに噴火してくれるのありがたいですよね。これが突然1分早く噴火とかだと大変ですよね。あ、来た。おお、すごいだ。大噴火ですね。ここ一箇所だけなのかな、噴火してんのは。あー、灰に包まれた。溶岩はでもここまでは来ないのかな。あ、行けたかな。あ、もう浮上しても安全なんだ。せっかくだからどっか移動したいですけどね。こっち側行ってみましょうか。燃料あるかな。あー、あ、シュレッダーがある。 こっち側行けないの。あ、ダメなんだ。これ取れたからなかなか良さそうですけどね。この時燃料ってこれですよね。あ、これも取りましょうか。はい。意外と燃費は良さそう。ここはいけんの？あ、いけない。そこ浮上できるかな。あ、ダメなんだ。あ、石炭ありますね。ここら辺暑そうですね。あ、そこなんかあるぞ。あー、警告着地。ん？あ、他の場所。なるほど。ここにドリルシップがあるのか。じゃあダメですね。敵のドリルシップってすごいな。じゃあこの近くどこか。あ、そこもドリルシップがあるんだ。なるほど。意外と浮上する場所は最初は限られて、これ最初の地点かな。港ですよね。いや、真っ白で何も見えないけど。じゃあドリルシップの襲撃ですよね。来てる？これ。いや、結構地表に出るのに時間かかる感じですね。あー、来てるな。真っ白だけど。何も見えない。港ですね。とにかく襲撃しなきゃいけないんだ。これでいけるかな。あー、出れましたね。いや、ひどい。あ、こっから316のところ、316メーターかな。あるわけですよね。この敵のドリルシップか。
弾薬とメッドキットを備える。これさえあればいけるのか。これは開けられないの。あ、またこの地下のところが入れるのかな。はいはいはい。これいけますね。あいつ資源集めながら。はいはいはい。おー、あ、作業台とかある。これもまた置いてけそうだな。あ、そこに資源ありますね。こういうのをこまめに取ってった方がいいでしょう。銅鉱石は結構あるんですよね。あとは、石炭も重要ですからね。これでまた、中に、地中の中にも入れるでしょう。敵のドリルシップ見てみたいですよね。行ってみようかな。うん。そんな遠くないんで、チラッと見に行ってみましょうか。荷物置いていこう。回復キット今何個持ってんだこれ。ああ、1個だけなんだ。もっと欲しいですよね。統計、あ、統計パネルとか。ここら辺も一度置いとくか。後で取り付けましょうか。よし、じゃあ、アイテム整理できたんで、敵のドリルシップ近づいてみましょうか。300メーター先にあるんで、チラッと見に行きましょう。まだ噴火までも、17分ぐらい時間あんのか。いやー、火山すごいな。溶岩が吹き出てるけど。ああ、そこロボットいっぱいいますよね。あと140。どんな感じなんだろうな。ああ、ありますね。なるほど。あんな感じなんだ。これやりたいですね。ああ、いっぱい来た。ああ、やばいかも。やば。よいしょ。すごい撃ってくんな。それ、どうすれば倒せんのこれ。バンバン出てくんのか、これ。ちょっと使おう。あれ、回復は？あ、おとなしくなったかも。倒せた？もう回復はしたのこれ。あ、連続で押してなきゃいけないのか。結構使うの時間かかるんですね。いけたいけた。これでもう OK？ あ、敵いなくなったかも。はいはいはい。あー。あ、まだ湧いてきてる。これで OK？ これが敵のドリルシップか。いいですね。これでどうすればいいの？ほう。モジュールを展開できない。こっちが行けばいいのか。まだいますね。開けられません。破壊できんの？どうすればいいのこれ。あー！出てきた！ここで生産されてんのか。破壊される可能性ありだから。あ、これで破壊できんの。音はしてる。あー、来た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 。あ、いた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 。ドロンドロメン。あ
バンバン来てるかも。これで回収して、やったやったやった。これはどうすればいいの？オッケーオッケーオッケー。どうすればいいんだこれ。あー、なんかいろいろあるぞ。と奪いましょうか、とりあえず。あ、どうするんだこれ。なんかいろいろありますね。なんか音がすごいけど。あー、ロボがまたいる。ちょっと多いぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、回復襲撃はしてるんですけど、ちょっと多いですね。で、敵がバンバン来るんですけど、これはキリがないってこと？壊せばいいのかな。あー、側面、あ、これを壊していけばいいのか。これを壊してやればいいんだ。全部壊せば終わり？なるほど。ダメージ入ってますね。こっちが先か。とにかくロボットを生産できないように全部壊せばいいのかな。あと11分あるんで、せっかくだから壊したいですよね。壊せんだったら。ああ、いけたっぽい、いけたっぽい。これはもう壊せない。あ、壊せましたね。いろいろ壊し始め破壊活動ですね。あー、取れてる取れてる。あ、ここら辺も全部壊せるんだ。ちょっと壊せそうなところはバンバン壊したいんですけどね。あ、でももう敵ロボットは湧いてこないな。上上がるか。とりあえず全部破壊してみましょう。もう邪魔はされないっぽいんで、時間が許す限り破壊ですね。なんか爆弾とかもあんのか。ああ、いけましたね。これ楽しい。ああ、こんな感じで壊していくんだ。アイテムは回収しましたもんね。ああ、ドリルシップを壊すには全部のモジュールを壊さなきゃいけないのか。いいですね。壊れた壊れた。あー、そこも壊せそうですね。あ、いけたいけたいけた。よしよしよし。あー、これも破壊。あ、爆発。あ、そこがあれなんですね。どんぐらい離れればいいの。おー、あー壊れたそれで破壊できたってこと。はい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 。あー、取れますね、まだ。あー、さらに回収できる。あー、もうほぼない。はいはい、跡形もなく全部回収できると。終わり？あ、いけましたね。あ、これで破壊なんだ。一度戻りましょう。だいぶ資源取れたな。なるほど、ドリルシッパーこうして壊すと。よくわかった。とりあえず戻ろう。で、次からはそこにも浮上できる感じですよね。いや、回復のやつ結構必要だな。これでこっち側のドリルシップ強化したいですよね。せっかくだから。あ、そこに鉱石ある。弾もだいぶ使えましたね。弾作んなきゃな。
な、逆に言うとこっち側もああいう感じで壊されると大変ってことですよね。アイテムを入れる。いや、だいぶ取れましたよ。なんかよくわかんないけど。あ、タレット用弾薬が500発も手に入ってる。